三浦亀孝享法17年11月8日は、紀州藩画廊三浦家三代当主。父は三浦亀時。母は小笠原清正の娘。弟は三浦亀豊、中川元信、柿屋亀厚。妹は安藤直樹良室。子は三浦亀伊佐三浦亀地下室。養子は三浦亀地下。養明健五郎。通称剣馬。 大善助。官位は、十五位下、長戸守る、唐刀見守る。万治二年、三浦溜時の子として生まれる。寛文四年藩主、徳川頼信に、おまみ。遠方二年元服。遠方四年出仕。藩主、徳川光貞に従い、江戸に出布して、江戸城で、将軍、徳川家綱に配越する。同年父の死去により、 家徳と、地業一万五千国を相続。遠方五年過労となる。遠方六年十五位した、長戸守二任官。上京元年将軍、徳川綱吉の娘鶴姫が、藩主政し、徳川綱則に腰入れすることとなり、御腰受け取役を務めた。上京四年東山天皇即意式の宿賀氏を務める。元禄三年藩主。 三つ貞の大納言助人の写紙として上京。元禄十年将軍、綱吉の奇襲判定おなりの際に廃越する。元禄十二年藩主、綱則のお国入り許可の当霊士を務める。元禄十三年三戸藩主、徳川光国死去の際に、藩士名代として代行する。法永三年藩主、徳川吉宗最小助人の写紙として上京。法永五年、尊海守二千人。 聖徳元年中三門天皇即意識の宿賀主を務める。教法元年紀州藩主吉宗が八大将軍となると補佐役として吉宗に仕えることを望まれるが、三浦家は代々紀州藩家老を務める立場であると誇示して受けなかった。教法三年吉宗の聖母上演員が紀州より江戸城に迎えられることとなり大阪まで送る。教法七年亭。 中川元信の子、ためちかを、婿養子に迎える。教法九年、吉宗の着難、徳川家重が、将軍聖師となると、江戸城で廃がする。教法十七年十一月八日死去。享年七十四。家督は、養子のためちかが相続した。ありがとうございます。